珪藻土の良さはもともと理解してたから、自分の家はまあクロスではなくて、塗り壁でというのはもう前から決めてたことでしたね。最近こうハウス縮小候群とかそういう問題が出て、それはそのクロスの糊とかね、そういう成分があの体に悪いと。でも珪藻土っていうのは部屋の中 の, この湿度調整をするだとか、あのアレルギー物質とか吸収するとか、脱臭の機能があるとか、こういうあの品物っていうのはその人の体にいいっていうそのプラスの面があるっていうことですね。いいいいっていうことを自分たちもアピールしていかなくちゃいけないのに、自分が家建てた時にその家はクロスでしたなんていうんじゃ、それを知った人はやる気もしなくなるだろうし、自分が家を建てるんだったらそれはもう全部やろうというふうに思ってます。